北側から、芝山沼は、埼玉県白岡市の北西部にある沼である。大山地区のほぼ中央に位置しており、元荒川による氾濫や、下震作用によって形成された河川の痕跡である。埼玉県内の自然沼としては、川越市の伊佐沼に次い県内、第2位の広さである。芝山沼という名称はこの地に、かつて存在していた芝山村に関連し、通称として、 芝山では後沼、荒井神殿においては前、沼と称されている。芝山沼は周辺の水田への灌溉用水としても利用されている。1728年に伊、沢見総米によって芝山沼の東方に位置している皿沼と合わせ芝山沼の一部が干拓されるが中央部の52.5ヘクタールは未干拓であった。年の沼には 芝山沼の周囲にその形状から掘り上げたと見られる農地が記されている。皿沼の開発が明治期に行われると、芝山沼周辺においても掘り上げたの開発を行うものが増加した。芝山沼周辺の掘り上げ田は沼田と称され、掘りつぶれは、ほっつけ、または、間掘りと称されていた。掘りつぶれには、船着き場が置かれている場所があり、そこを指して、 知ってと称されていた。芝山沼の上流側、荒井神殿の土部落ちの流入地点付近では100本杭という多数の杭が沼の底に打ち込まれている地点があった。いつの時代かは不明だが、この付近を干拓する計画があり、干拓予定地には杭が打ち込まれたものの竣工に至らず、杭の実が残されたものであると伝えられている。営農する際の溶水には沼に流入する株は木掘り、 ドブ落ち加熱化落ちなどの排水を用い、沼の下流側である二枚橋の地点に沼落ち関と称する関を設置し、沼全体の水位を水田面まで満たし離水していた。反対に排水する際には、沼落ち関の関板を外すことにより流下させることができたが、大雨などの際には、早と堀川が排水不良となり、 芝山沼の水が流下できなくなり、稲が冠水する事態もたびたび発生していた。1948年のカスリーン台風の水害の際にその地理的条件から大きな損害を受けている。あとに、芝山沼1977年により、埼玉県営補助整備事業で、面積は12.5ヘクタール、水深約8メートルの規模の沼となり、周囲の掘り上げ電は、 通常の水田へと姿を変えた。現在は1992年より始まった埼玉県衛水環境保全事業によるビオトープ等の整備により親しみやすい沼になる。また今日の芝山沼は釣り場としても多くの釣り人が年間を通して訪れている。なお、芝山沼と早戸堀川とは沼落ちにて接続している。ありがとうございます。